週末何する？馬でしょ。この番組は JRA 日本中央競馬会がお送りします。今週日曜日は中京記念です。このレースもともとは 2000m で行われていたってこと知ってます？知らなかったです。そうなんですか？ここ2011年より前、これね 2000m で、この前の勝ち馬を見ると鳥海キャロル、エリモエクセルといったオークス馬も名を連ねているんですよ。ところがまあそのマイル戦に変わった瞬間になんといきなりフラガラッハの連覇。わあ、いきなり連覇。この馬ね、極端な追い込み馬でね、中京が直線が長くなって坂もできたことによって追い込みが効くようになったら見事にね高倉騎手が連覇果たしたと。でしかもこの2013年の2着、ね、人気薄で来たミッキードリームは2014年も人気薄で2着に来たんですよ。来てるんだ。ちなみにこの2014年一番人気で負けたのがフラガラッハ。連覇はならず、この年もフラガラッハから勝っていた僕はなかなか、ね、痛い目に遭いましたけれどもこのフラガラッハだったりあるいはガリバルディとか、まあ、やはり坂もある直線も長くなったということで追い込みが案外決まるレースなんですけれども、そこを去年はねウィンガニオンが見事に、ね、先行から抜け出しましたよね、まあ、ウィンガニオンぐらいの力があればなんとかねこう逃げ切るあるいは前から抜け出せるんですけれども、やはり差し馬が台頭してくることが多いこのレースですからね、一体その客室を見てどの馬を狙うかってことはよく考えたいし、サマーマイルシリーズの始まりですから、そのシリーズ全体を見て勝てるような馬を見つけるとこの夏が楽しくなるんじゃないでしょうか。今年のこのレースはもうここにも名前があります。ウィンガニオン、この馬はね夏の左回りのマイル戦では絶対に外せない馬なんですよ。もうじゃあもうぴったり。そうなんですよね。去年ね突然谷川岳ステークスで覚醒したんです。そう、12番人気でいきなり逃げ切って、でそして、その後の東京を一つ挟んでこのレースを見事に制したと。本当は逃げ馬なんですけれども、仮に逃げられなくても2番手3番手から抜け出すというそういう器用なレースもできるようになっていますので、できるんだ、十分信頼できる馬ではないでしょうか。週末何する？馬でしょ。